加えてないですかとかね、危険物入ってないですかとか、そういうことを注意しながら受託をした。それ一瞬なんだよ、一瞬、ね、はい。あとは何か注意するところあります？あとはこのこれをつけたんですけど、手荷物タグっていうんですけど、なんでこれをつけるかっていうと、この荷物が、どこ行きの荷物なのかっていうのを分からすためにつけてます。で、大体預かった後って後ろにベルトコンベアがあって、あのグランドハンドリングの作業をするけれども、その人たちが、飛行機に積み込むためにコンテナって大きい箱があって、そこに荷物を積み付けていくんですけど、行き先別でコンテナって分かれていて、でこれがついて流れてきたバッグのところで機械でピッてやると、どこどこ行きっていう風に、出るので、まあ、もしくはここにも便名と KOJITM って書いてあるんですけど、これ3レターって言って、あの全国の空港絶対にこの3文字の3レターっていうのがついてるんですよ。羽田だったら HMD だとか、成田だったら NRT とかついていて、まあ、ここを確認してあのコンテナに積み付けをしてます。だからやることすべてに意味があってやってます。はい、そうですね。さっきね、ちょうどね、羽田とか成田とかね、言ってたもんね。これはちなみに、KOJ なんです。KOJ だと何でしたっけ？鹿児島。そう、よかった。ドキドキしても答えられなかった。